若桜鬼ヶ城は、鳥取県八津郡若狭町若桜に存在した、日本の城。城跡は、国の史跡に指定されている。稲葉三名城の一つに数えられる名城である。張馬、田島両国に通じる街道を訳する標高452メートルの鶴尾山山頂部から、尾根部分に車群を設けている。主に、木下、山崎市時代の主要部と、国人、 やべ市時代の古城部に分けられ、中世上郭と石垣で作られた近世上郭の両方の遺構が残っている。また、主要部の石垣には、現那3年の波状の形跡が見られ各所で崩れた石垣が確認される。鳥取県教育委員会が平成10年から15年にかけて実施した県内の城官分布調査で、全国的にも類を見ない遺構が発見され、 国の史跡級の定石であることが確認された。国の史跡への指定は、土地の権利などの問題で以前から難航していたが、平成20年3月28日に実現した。2017年4月6日、俗日本100名城に選定された。正治2年頃、三河国より入法した、矢部明氏によって築城された。鎌倉から室町時代、 戦国時代末期まで、矢部氏の居城となるが、天正三年6月に、山中高生の謀略によって、城主の矢部棒が捕らえられて、天子最高軍の手に落ちる。同年、吉川元春の攻撃を受けると、山中高生らは抗戦するが、翌年城を捨てて撤退した。橋場秀吉率いる織田軍が稲葉国に侵入するとその拠点となり、天正九年の鳥取城攻めの後、 二万国を漁して、木、下重県が入城した。慶長五年の関ヶ原の戦いで、木、下重県は西軍に属して、海域となり、山崎家盛が三万国で入法して、居城となった。家盛の子、山崎家春は、玄那三年に、備中国なりは三万国に違法され、稲葉一国は、池田市の所領となり、玄那三年の一国一条例によって、 会場となった。ありがとうございます。